はい、新企画というかですね、ちょっとどうなんか新企画としましょう。そんなスタッフ M 君からですね、質問があるということでちょっとお答えしていきます。新企画みたいです。はい、森塾動画の見方や楽しみ方はというですね、質問です。そうですね、こうやっておけばいいのかな。そうですね、楽しみ見方か、見方はですね、もちろんそのたくさん動画があるんですけど、そのもう見た時にこれやってみようと思うのでいいと思うんですよ。変にね、難しく考えすぎずに、ね、僕の動画をたまたまねクリックしたら、例えばバタフライでね腕の回しをやってみて、これなんかできそうじゃないと思ったらそれをやればいいです。だからそれぐらいの感覚でやってみて、これちょっとなんか全然うまくできないなとか、ちょっとやりづらいなとか、イメージわからないなと思って次行けばいいと思うんですよね。それぐらいの感覚でやってください。あまりこう固く考えすぎずにねやってもらえたらいいかなと思います。そして楽しみ方とすれば、例えばですね、中にはやってる方もいるんですけど、3つぐらい同じバタフライで、キック編とか腕編とか体幹とかでね、なんかこうパーツパーツに分けて、それでそのキック編のところをやってみたりとか、腕編で2本目やってみて、3本目体幹でやってみたりということで、なんかこう、練習の中でテーマを決めて、そしてその中で例えば、なんかキックのところでやるとやりやすいなとか、腕でやるとやりやすいな、体幹意識者やりやすいなっていうのを練習の中で見つけている方もいらっしゃいます。ですから、どっちかというと動画をうまくね、ドリル練習だとかフォーム練習の中で、今日これやってみようみたいなことをね、意識してやってあげるといいかなと思いますので、ぜひやってみてください。皆さん、YouTube、マイチャンネルのご登録はお済みでしょうか？最新情報を配信しておりますので、皆さん必ずこのマイチャンネルご登録をよろしくお願いいたします。